ではちょっと歌わせていただきます。
レアでした。あまりパッと出てこない。めちゃレアなやつやで。ねえ。でもよく歌ってる？結構歌ってるんですかこれ？私も歌ってるくらい。あ、そうなの。山口さんもよく歌ってる。おー、あの CD とかにはなってるんですかね。CD は武道館ライブだけにライブ。そうなんですか。もうね、YouTube でしか。武道館ライブだけだよね。多分正式に録音されて発売されたのは。解散ライブでもやってるか。ビデオには入ってたっけ？あれはアペラでやってんだ。あれはね、NHK の FM じゃない、BS かなんかでやってる。I'm not afraid to die.
今の山木さんのハモリのですよ、ね、うん、主にあのゆかと一緒にやるときは下でハモってあ、はい、じゃあ一曲ちょっと歌っていいですか、はい、どうぞ。あのさっきのその本貸してちょっとこの曲を今日、はい、歌いたいかなと。今日はね、あの葬式帰りでしてで葬式帰りなんでちょっとレクイエムでその人が好きだった歌を歌おうかなと。小学校時代ね、合唱で習ったから合唱のハモリの方覚えとる可能性が。この歌は手に負っている水の
いいですね、この本当になんか学校の教科書みたいな。こういう評価とかしてるんですか。これを見て、これは夏の、はい、夏の思い出、うん、本当評価中田義直とする次よく知ってる、ね、うん、音楽の授業は満点です。満点です ね、 ですね。中田義直、中田あ、ピクピクセンタロウがある。ヘッポーの一族だの、ピクピクセンタロウだの、母が鍵を持ったら一番好きな、そりゃ何だか初めてあるのか、あのうちの人ポーの一族、こないだなんか一社ドラマだ、こないだポーの一族、鍵を持ってる、あ、なんかそうそう、なんかね、使ってないんだけど、そのうちの流行ってるさ、またなんか、いや、新連載したの、あのその何十年後っていう話、うん、おあれ連載してんの、短編で一回読み切りじゃなくて連載になったのなんて今もやってるんじゃないかな、本気じゃないそれか定期に、じゃあ1回か2回かかもしれない、じゃあそのうちまとめて1冊ぐらいで単行本にしてくれるかな、なるでしょう、その時は買おう。あれやっていいかな、山木さんのソロの石火、はい、の中をって曲あの適当リードしてる、はい、サントアニエビーズ、小川のせせらぎ、
いや、そうなる前、なる前、うん、先に出したファーストセットってことは横尾さん知ってる、うん、知らないですね。お題の方々の歌というアルバムに入っている曲で、あ、じゃあどうぞどうぞ。いや、吹きの塔お好きな、あ、うん、吹きの塔のなんかあれで、いや、まあ、トンボちゃんもですけど、あ、あんなソロは聞いたことない。さっきも優しさとしてとか、ああ、いや、夕暮れの街とかやってたんですけど、確かにその辺は知って、広島出身なんですけど、まあ、今日は墓参り、ちょっとあの、今日はちょっとお葬式で東京エコだと、来た、あ、今は東京から今東京で里帰り、いよいよと8時の夜行に乗るんで、それまで、ああ夜行か、夜行です。かよっぺさん行きましょうか。